木豊です。高校球児です。お願いします。野村ひろきです。お願いします。今日はですね、お子様に向けて野球がどうなったらうまくなるか、まあ、野球以外でも野球に通ずることってあるよ。いっぱいあると思いますね。だって部活で広島時代テニスやった。中学の時はテニスですね。なんでテニスなの？別にボーイズリーグでやってたから、学校の部活にはなんか入れなきゃいけないなと思って、最初卓球部だったんですけど、なんか体育館でちくちくやんなかったなと思ってだったらテニスの方がいいな。女の子スカート履いてるんですか？それ見て興奮してた。しないけど。いや、してたね。だいぶするだ。もう興奮しますもんね。だいぶするね。だいぶなんですか？僕野球左なんで、テニスは右で。それさ、でもテニスって瞬発力ってつくじゃない、ボール拾うの。はい。それは役に立った立ったと思いますね。こう粘らなきゃなんないから。で、ターンだったり足をこう使いながらボディバランスも良くなると思うんで、スピードもつくし。でも子供の頃ってさ、何が大切だったの？バランスだと思うんです。だから故障しないのが僕一番だと思うので、怪我をする要因として当然あの登板肩とか使いすぎはあるけども、やっぱバランスが狂った時一番故障しやすいんですね。野球って左投げだと大体左打ちだし、右投げだから右の動きしかしないでしょ。だから逆の動きを入れるっていうことも含めてバランスが大事だと思うんですね。まあ、体幹は幹を鍛えてるんですね。そうですね、小さい頃、はいはい、それでまあピッチャーをずっとやってきて、はい、小さい頃にやっとかなきゃいけない、なんかコントロール。小さい子って僕見てて一番難しいのは成長期じゃないですか。だから6年生の時はこれをすればいいとかってなんか一概にないなっていうのをまず感じてるんですよ。成長の早い遅いもある。何をやっていけば一番いいかっていうと逆の動きだと思います。左の打ちの子だったら右のスイングをやって終わるとか、で右投げの子がやっぱ野球終わると今度じゃあ反対でキャッチボールやって終わるとか。バランスだよ。バランスです。さっき話してた。だからそれが一番大事だと思います。いや、俺の質問聞いてた。聞いてた。何で教えよ。何が大事かって、それです。いや、それ大事だよな。俺、あのコントロールはどうやってつけるんだっていう。実はそこからです。そこに無理やりボールを持ってきた。バランスが悪い選手、ピッチャーって、やっぱ何やっても悪いじゃないですか。いや、そしたらバランスが良くなって、はい、そしたらコントロールがつくっていうもんじゃないじゃない。まあ、あとはやっぱフォームを固めなきゃなんないとか、いろいろあるじゃないですか。それはランニングか。ランニングだったり、一番やってほしいのはコントロールしようと思ってやっぱピッチングしたがるでしょ。で、ボールを投げるって負担がかかるんで、だからシャドーピッチングが一番いい。で、それなぜいいかっていうと結果が出ないんでしょ。だから純粋に自分の方も意識して投げられるんで、もしくはショートピッチ、そうすると肩肘の負担がつかないんで、3メートルのこれぐらいのネットだったら大体入るじゃないですか。だから方も意識して投げる。入らなかったらやめろ。もうやめろ。そこに入らないよ。じゃあ向こう先行ったらとんでもないとこ行ったまあそういうプロもいたけどな。言いましたけど、いやだからまあ小さい頃は負担をかけないようにシャドーピッチングとネットスロー、ネットスロー、はい、まあそういうことを地道にやるから。じゃあ速いボールはない。これはね、やっぱ天性のものもある程度あるから、地形の強さ。どういう小さい頃の鍛え方すれば。腹筋、背筋。やっぱ背筋の強いやつはもう早いですね。背筋はどうやって鍛える。背筋するしかないです。腹筋やっても背筋強くなる。やり方があるじゃないお前もうざっくりしてるわ。お前背筋をどうやってやるって。背筋の違う。背筋だってウエイトトレーニングでこういう背筋もあれば、で反る背筋もあるじゃない。だからそんなね、わざわざねジムに行って鍛える人は全くないです。腹筋だったら普通の腹筋にいいと思うんですよ。腕立てやったり背筋も子供の頃もそれでいいです。じゃあやっぱもう体幹が大事だと。体幹ですね。脚力、腹背筋で、もちろん肩の強さも必要ですし、そこにコントロールつけるためのフォーム作りが必要で、そうですよ。そう簡単に球速くなってコントロール良くなる苦労しないでしょ。確かに。ちょっとしたコツぐらい教えるよお前。ちょっとなんかあるだろお前。コツがあればみんなコントロール良くなってますよ。だけどコントロールってピッチャーの永遠のテーマです。じゃあ10球アウトローに構えて10球投げれるピッチャーがプロにいるかもない。まあ大体な、7、8球だな。7、8球投げるやつない。何球？一番いいやつで4、5球だった。でもお前、桑田は動かなかった。動かなかったですよ。桑田さん、前世紀の上原、前世紀の吉見、あのクラスで5、6球ぐらいじゃないなと。あのクラスで5、6球だから結局やっぱりこのボール2、3個の中でこう揃えなきゃいけないでしょ。そこに投げられるやつで5球投げられるやついないっすね。じゃあ何が大事、小さい時は。だからコントロールをつけようとして速さを失うんだったらそれは間違いだと思う。速さの方が、速さの方がいい。その方がプロに行く早道、早道だった。だからもうチームがどうなってもシャキシャキになってもどうなってもとは言わない。チームプレーだからやるよね。極端な話やないかい。極端すぎると思ってたら
あ、そうだって井川さん守っててボールばっかり投げるとそれは頭崩るでしょ。リーチがちょっと今違う。だからやっぱピッチャーはやっぱりストライクを投げなきゃなんない。で、パワーの代表といえば大谷選手、はい、あのピッチャーってどう思う？すごいですよ、異次元だ。異次元ですね。メジャー行く前、あいつのスライダー見たときに振り曲がる。いや、俺もこれぐらい曲がるんすか？ベースのこれぐらい曲がってるイメージ。いや、素人が立つでしょ、はい、インコースに来たらスライダーって分かんなかったら多分当たるんじゃないかな。当たりますね。お前なんか倒れてるか帰るみたいな。いや、本当だよ。いや、光栄ですよ、本当に。まあ、やっぱりいっぱい食べて勉強しなきゃいけないし、なきゃいけないし、好きになってほしいですね。たまにやっぱこう、お笑いを見て、はい、YouTube を見て、こういうね、勉強する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 、いいですね。で、飽きたら、はい、高校球児のネタをちょっと、はい、え、僕らですか？ちょっとネタ見たい。見たい。ネタやんの？いいっすか？できてるの？いいっすか？ガチでやってよ。いや、もちろん、もう高校球児のショートコント、寿司屋。店長、はい、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。野村弘樹のカーブの握りになります。そっちの握り？いや、大阪市立 PL 学園高校。お父様は？広島広陵高校。今のは前振りでしょ。はい、いや嬉しかったよ、はい、親父の広陵高校のことまで言ってくれて、はいはい、だからそっちが耳に入っちゃって、はい、お笑いとは思えなかったんだよ。親父の葬式をまあ思い浮かべるかな。あ、そうだ。